高山照義10月4日没年不詳は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍少将。第16代若松市長。福島県出身。合津中学を経て、陸軍士官学校を卒業。同期生に、畑春六、杉山本、両元水、小磯国明がいる。1901年6月、不評少尉任官。 不評第65連隊中隊長、同連隊副官、この F 表、第2連隊外隊長などを経て、1928年には、不評第79連隊連隊長に就任し、同職を3年務めた。1931年8月1日少々に進み、同月に予備役編入となる。1942年には若松市長に就任し、戦前最後の市長となった。 1944年、藍津松平家当主、松平康夫の旧姓に際し、給料代表として葬儀に参列したが、藍津地方からは、多数の参列者が物品を持参して上京した。高山は、松平の幼女、秩父宮施設子が嫁いだ秩父宮家事務官から、昭和天皇が、交通事情の悪化、物資不足の折に、多数の参列者があったことを聞き、 謝意を漏らしたと告げられ感激していた。地償会名簿1937年12月、合図師団解放第24号、高山照吉小松平試写区閣下の葬儀に参列して、合図師団解放第24号、ありがとうございます。